平野紫仕様、新 CM で国内解禁。2024年、ショータイムをダークに広げられる飛べの会進撃。平野紫仕様のファンや日本のエンターテイメント愛好者に朗報2024年は、ショータイムで始まり、平野の会進撃が続く予感。大手ビール会社の新 CM に登場し、新たな挑戦に臨む平野 一方で、飛べのメンバーが展開する様々なプロジェクトも続々と発表され、注目度が急上昇しています。詳細な情報を交えながら、平野の魅力と活動に焦点を当ててみましょう。平野紫耀、新 CM で国内解禁。2024年、ショータイムをダークに広げられる飛べの快進撃。 平野の仕様のファンや日本のエンターテイメント愛好者に朗報。2024年、驚きと期待に満ちた年になりそうだ。大手ビール会社の新 CM に登場する平野が、ますますその活躍の幅を広げていることが明らかになった。 この記事では、その詳細と平野が所属する、とべ、の動向を探りながら、2024年のエンターテイメントシーンでの彼のショータイムに迫る。2023年12月24日、アビーマ、で放送された、とべの夏休み、からハワイ独占密着。新たな決意から、は、滝沢秀明さん率いる、とべ、のメンバーたちのハワイ旅行に密着した内容だった。 三宅健さん、北山博光さん、神宮寺ゆうたさん、岸ゆうたさん、そして平野紫陽さんが結成したグループ、ナンバー I と、元ジャニーズ JR で結成された、イムップ、が織りなすプライベート感満載の映像はファンにとってはクリスマスプレゼントとも言えるものだった。とべは2024年も新たな動きを予定しており、まず1月には、 ナンバーアイがデジタルシングルを配信リリースするとのこと。金プリ時代にはなわなかった配信リリースが世界展開に向けた足がかりとなりそうだ。そして3月には東京ドームでのコンサートが決定し、飛べの全アーティストが4つ日間にわたって出演するという異例のイベントが開催されることになった。テレビ局関係者によれば、 事務所の発足からおよそ1年での東京ドーム公演はかなり異例であり、その勢いを感じさせるものだ。この勢いを牽引するのは、やはり、ナンバーアイの平野市様だ。彼のインスタグラムのフォロワーは400万人超えという圧倒的な数字。SNS での関連ワードのトレンド入りも日常茶飯事となっており、その人気は衰え知らずだ。 そして、平野には新たなオファーが舞い込んでいる。なんと、国内の大手ビールメーカーのお酒の CM に新たにキャスティングされたというのだ。1月上旬には人気を笑い芸人との共演が予定されており、撮影が控えているとのこと。平野は金プリ在籍中、多くの CM に出演しており、 旧ジャニーズ事務所の退場に伴い、それらは終了したが、新たなフィールドでの活躍が期待されている。興味深いのは、平野が外資系グランドからアプローチを受けていることだ。実際には大々的な CM 起用ではないものの、外資系グランドからのアプローチが相次いでいる。雑誌、L ジャパンでは、全身、ルイビトンで登場し、その商品の一部は即完売。 香港で行われたファッションショーにも招待され、ダミエ柄のスーツで出席したことが話題になった。また、イブ・サンローランと雑誌、オウック・ジャパンがタイアップしたデジタルコンテンツにも登場し、企画で紹介された香水が店舗に300人ほどの行列を生むほどの人気を集めたという。これらの活動を通じて、 平野の影響力はますます増しており、国内企業の CM にも再び登場することとなった。これからはお茶の間で彼の姿を見る機会が増えるかもしれないとの見方もある。2024年は平野の使用タイムが止まらないと期待されている。大手ビールメーカーの CM や外資系ブランドとのコラボなど、新たなフィールドでの活躍が見逃せない。 そして、飛べ、のメンバーたちも続々とプロジェクトを展開し、エンターテイメントシーンを盛り上げること必至だ。ファンやエンターテイメント愛好者にとって、2024年はますます興奮と楽しみが広がる一年になりそうだ。平野紫耀の活躍が2024年も加速。エンターテイメントシーンに期待高まる。 2024年は、平野の仕様のショータイムをご続き、その活躍がエンターテイメントシーンに賑わいをもたらすことは間違いない。大手ビールメーカーの新 CM や外資系ブランドとのコラボなど、新たなフィールドでの活動が期待される一方で、飛べのメンバーたちも独自のプロジェクトを展開し、ファンやエンターテイメント愛好者にとって興奮と楽しみが広がる一年となりそうだ。 平野の使用タイムがますます輝く2024年、エンターテイメントの舞台で彼の魅力に触れる機会が増えることを期待している。